スポットの方へ。こんな感じです。じゃあレイバーが間違ってます。今タッカのゆとりはどんだけ。お疲れ様でした。제가이번에일본방송국에출연을하게되었습니다아사히 TV 라고해서일본의5대방송국중에하나인그런방송국이있어요그방송국의여행프로그램에서섭외가들어왔습니다9일동안촬영을해요그래서이옷을미리다세팅을해놨거든요그래서이거를하나씩캐리어에넣으면서정리를하면서여러분들과이야기를해보려고합니다일단진행도당연히일본어로진행이되고구성원같은경우에도다일본어로돼있고그래서이렇게열심히사전에다체크를해뒀습니다오프닝가인천쿠쿠다가라또이게일본어로진행이되다보니까 TV 방송도처음인데심지어그거를일본어로진행을해야된다私はここから韓国からもうテレビ朝日の番組見ることができないから日本に住んでらっしゃる皆さんはぜひぜひご覧になっていただければ嬉しいと思います土曜の朝8時から放送されるって聞いたので3週間放送です3週間ずっと私と一緒に土曜の朝を迎えましょうねよっしゃ와미세먼지봐라이게촬영하시는스태프분들은먼저답사를가계신다고하셔서저만먼저왔어요ちょっと1週間前に Vlog とか上げてもいいですか様々なスポットが増えなっちゃうなあこの辺りはまだ내일힘내보자구짠저는커피를못마시기때문에파카스를먹어줍니다힘을내야되기때문에에너지바를또먹어줍니다店もバーッと並んでて本当に大迫力です。간장게장먹는シーンの準備。간장게장먹어본적한번도없어가지고촬영으로처음먹습니다맛있겠다간장게장여기는소래포구시장いただきます。こんなに美味しいとは思えなかった本当に。はい。トッポギ。トッポギ。うわ。めっちゃ美味しいね。本当美味しいですね。美味しい。美味しすぎる。もう涙、本当に涙出そう。でもやっぱ YouTube で普段こうリポートというかしてるから上手伝えるのが。あ、ありがとうございます。わかりやすい。よかった。まあ今の感じでいいですか大丈夫ですか？リアクションも、なんか天真爛漫で、よかった。まだ終わってませんが、お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日カフェ9時半ですよ。うん。ここは何分くらい？タッカンジョンとかの市場。ああ、市場。新牛肉、新宝市場。あは、あは。クリゴン牛。ハヌおまかせ。うわ、おまかせ。チヂミなんよ、これが。美味しそう。チヂミっていうか、揚げ物みたい。ズッキーニ。美味しいですよ。出てくるのめちゃくちゃ。気持ちどうすればいいの？なんか、ほか。はい。毎日とろ、晩ご飯。うん。
크리스마스네미쳤다네어제도얘기했지만무라타진사라다고래가독특한잖아요오늘의하루가좀길었네요8시부터집합해서10시반쯤에들어왔으니까아예어텐션아가르かわいいみんな結構真剣に選び出したおこれ大事ですからね何色にするいい感じどっちにするかかなギャル、ギャルに行きましょうこんな感じですじゃあなんかこんな明るいこれではい行きますかはいこういうのを撮るのも流行りなんです。ね、ですよね、テンション上がりますよね。あら、ないんだ。まあ、でも、これ撮って。なら、はい。めっちゃいいな。幸せ。テレビで孤独なグルメがやってて、それ見て、味の表現法とか勉強しました。めっちゃ真面目や。ジャージャー麺は中国の、韓国の、中国のものなんですっていうのがあるんですけど、中国に実際にはないっていう。びっくりした、荷物多すぎて。たのその胸の中、ハッピーで埋め尽くして、レストインピースまで行こうぜ。いつか見た地獄もいいところ、愛をばらまいて、I love you、とぼし。これなんて読めてへんからでなんかうなってなかったんじゃんうなってないねえそううなってないかこれはなんかの信頼性があるなんかサイトですよねというかもう一番最初に出てくるああグーグルかって調べたらもうこの箇所に出るからでこの日本のグーグルにくぐった結果では、うん、うなってじゃなくて奪ってらしいですよ皆さんこれなんかレイバーが間違ってます今これどうしたらいいのかな。どうしたらいいのかな。まあどうしようもないけど、まあ。ありがとうございました。勉強になりました。すごいな。米津玄師さんも悲しいよ。なんかあなんか面白いなと思ったのは、うん、だからゆとりは。なんかそれこれはだからゆとりはってなんかドラマとかで出たんですよ。ゆとりって何なのかなと思って友達に聞いてみて説明聞いたんですね。ゆとり世代のなんか教育とかがなんちゃらなんちゃらってああそっかそっか面白いなと思って。ゆとりの次知ってる？分かんないです。悟りやで。悟り？悟り世代は世の中をもう悟って冷め切ってる？就職したいですとかじゃなくてまあ諦めてあんまいいんじゃね？どうせ頑張っても報われないし。うんどうせ頑張ってももう世界も終わるしなんか地球滅亡するし。引いた目で見てる世界。そっか。今の知識で学校来たよね。うん。じゃタイムスリップしてなんか。めっちゃ嫌な生徒になる。ちょっと違います。その考えどうなんですか。韓国の若者はやっぱこの選挙とかにすごい興味を持つ。人それぞれだと思うんですけど最近になったらもっともっとなんか興味を持つ学生とか若者が増えたんじゃないかなって思います若者言葉何かないか最近の流行り言葉って10年日記って知ってますか10年日記、うん、
聞いたことあります？あ、そのブレイキングダウンっていう番組で12人気な 10対1で喧嘩買ったことあるってやつね。うん、でなんか歩いてる方が、あ、ちょっと強そうなと思ったら中二ニキっぽいとか言ったり。韓国のさ、若者ってさ、チャミーっていう、チャミー、チャミー、チャミーってそのそうそうそう、なんか最近言うんですよ、日本で、なんかその飲んでへんけどチャミスルを体内に入れた感じの気持ちになること、チャミーなみたいな。うん、そうなんだ。チャミスル飲むことをチャミスルっていう、今作ってやろ、絶対。あ、ダジャレっぽく言う。あ、チャミするか。あ、チャミをするって感じで。あ、チャミする、あ、一緒に飲みに行くっていうことを、なんかチャミするおー、いいかも、いいかも。流行りにしてください、皆さん。ブーム作りましょうよ。あ、最近イーカンも流行ってるらしいです。イーカン、いい感じの略、イーカン、あ、これイーカンって感じだ。G ぐらい言えよな、ね、G はよ、イーカン。なんか一文字だからね。溺れるって言われたら、あ、ちょっとだけ待ったらいかないけど、あ、ボスやったら、どんだけみたいな。あ、どんだけ、これなんですか、どんだけ。芸人さんの何かな、どんだ、な、な、今日のな、ヨンがこっから使い出したらどうしよう、どんだけ。今日もマッコリ飲んで、あ、どんだけ。わかんねえ。いきなり使ってみる、いきなり使ってみますか、どっかで入れとこうか。さっき学んだ日本語使います。どんだけ、なんか食べて、どんだけ、どんだけ。カットしてたらごめんな。多分カット。いきなりキャラ変わった、キャラが変わったんじゃん。地域によって違います。マジやった、うん、うわ。急にテンション上がってきた、うん、うわそう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おいしそう。これ牛が多いんですよね。おいしそう。辛いです。みんな辛い。なんか韓国どうするんでしょうか。うん。コメラ知ってるし、自分で。コリオくん、ありがとうございます。そうなんだ。じゃあ何番とかは使えないロケ。ちょっと記憶なしで。全然覚えてない。全然嘘。なんか帰った瞬間の記憶がないです。でも同じ、私も帰った瞬間の記憶、どんな記憶はあるんですけど。そう、いや、ホテルに入っていく記憶なくないよな。で、なんか携帯確認したら LINE が来てて、うん、私、うん、私も LINE 行った覚えがあんまなくて、うん、でも来てくれた。ですよね、うん、わー、びっくりした。かわいい。人生ってこんなもんですね。人生を悟ったせよ。毎回後悔して。毎回後悔しながらも、飲まなければよかった。そう、でも今日また飲んじゃうよ。失敗を繰り返す、うん、人間ってなんで愚かなんだ。早すぎる。早いな、すごいな。この唐辛子は多分辛くないです。大きいから。はい。いい感。同じ写真ばっかり。あ、いい感。いい感。いい感。違う、ロケ9日間で撮りだめた思い出の写真200枚ぐらいみんなにアルバムで送るから。200枚もあるの。めっちゃあるよ。めっちゃあるよ。私。あなた。うん。皆さん、本当に楽しい1週間、何日間でした、本当。こんなにいいクロさんと出会って、最高の思い出でした。皆さんとも一言。最高の演者さんでした。セヨン、センキュー。クロさんでした。じゃあ。わかりだ。またね。セヨン、かわいい。ありがとうっていう感想でした。最高の、はい、皆さんもぜひ見てください。日本の皆さん、ありがとうございます。天才、天才した。いやとんでもないです。本当に、はい、あかわいい。お土産